35分、法小屋を出て、観音岳に向かいます。朝日をちょっと見ようと思います。これ向こう、右。午前4時、分岐に到着しました。観音岳も40分です。到着しました。疲れた。失礼しました。失礼しました。到着。シャワー。北岳はまだ雲の中。じゃあここに荷物をデポって、その薬師小屋にちょっと行きたいと思います。5時53分、薬師岳小屋です。薬師岳小屋でバッジを買ってきました。ちょっと小屋番さんと話して、まあ気をつけて帰ってねってことなんで、気をつけて下山もしたいと思います。いやー、これだけはまた行くよね。昨日からずっとだね。ちょっと垂れるといいっすね。めっちゃ水あるね。足りんくなったらもらっていい？全然いいよ。ちゃんと行ったの重いでしょ。1.5 ぐらいある。でも多分ナオさんの方がまだ重いんじゃない？俺のやつ後で持ってみる。持ってみる。なんかここで。あ、軽い。もうそんな重くないんだよ。今それカメラなし。あー、まあそうね。背負えば一緒ぐらいかもしれない。じゃあ6時半薬師岳を出て中道で下山していきます。中道はずっと下りなんだよね。順位帯、ずっと下りなので、ろくな目印もない。ろくな目印もない。急な人どっぷりでっかい岩が、なんで多分動画も撮らずにもう集中してサクサク降りていこうかなと思います。ここから中道を通って青木高専に降りていきます。ずっと樹林帯に入りそう。さあ頑張ろうか。3時間半ぐらいかな。
10時に降りれば万々歳。ハッシーさんめっちゃ早っ。うぃ、疲れた。はい、9時半です。薬師岳から3時間で登山道全部下ってきました。ここから1時間の林道でも40分って書いてあるね。青木高専40分、40分頑張るか。はい、林道歩きながら、なんかこっち赤い印あるし行けるんじゃねっていうので行ってみたら、どうやって行こうみたいな。ここに赤い印あって向こうにもあるから、こう行くにしても落ちたら終わり。戻るか。行くしかなくね。行くなら。ここよりさ、向こうのがまだマシだよね。うん、全身ジャボンよりは。足出すね。冷たー。冷たい。駐車場まで戻ってきました。今回初めての南アルプスと鳳凰山だったんですけど、すごい景色も良くて楽しかったです。どんどこだはちょっと辛かったんですけど、でもそれでも鳳凰屋の人とか優しかったですし、すごいいいところだなって思いました。星空も見えたし朝日も見えたしで、もう見たいものは結構見れたんじゃないかなと思います。はい、ちょっとまたこれから夏山のシーズン始まるので、これからもっと登っていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。